おはようございます。竹永平蔵さん、1月1日から平チャンネル始まるってことで見てるんですけども、なかなか始まんないですね。まだ早いですかね。いつ頃始まるのかな。夕方かな。私ね、朝一発目に始まると思って楽しみに見てたんですよ。だいたいあれですよ、初日の出とともに、竹永平蔵でございますみたいな感じで始まるんじゃないですかね。平チャンネルですとか言ってね、もう低評価はかなりあるんですけども、くじけないでくださいね。私、竹中平蔵さんがね、全部が全部嫌いではないんですよ。確かにちょっとね、これは私と意見が違うなっていうところがありますけども、その見解の相違はあってもしょうがないんですよね。だ、心配なのはちょっとね、竹中さん嫌われすぎなんですよね。まあ悪質なことをしてるのかもしれませんけども、私はね、だからね、竹中平蔵さんは本当に良かれと思ってやってると思うんですよ。本当に良かれと思ってやってるけども、いわゆる国民目線といったらちょっとね、ざっくりしすぎなんですけども、やっぱりね、低所得者目線の考え方ではないかなと思うんですよ。むしろ頑張れやつはどんどん上がってこいと、頑張れないやつは知らねえよみたいなね。確かに、自由競争の社会ではそれが正しいんですけども、建前としてね、やっぱりこう弱者救済というか、みんなに平等にみたいな、そんなね、期待が、国民にあるのは確かなんですよ。国民の、しかもね、なかなかね、うまくいかない方とか、特に、ね、私言いたいのはロスジェネ世代ですか、私の世代なんですけども、竹中平蔵さんの改革路線にあぶれた人をどうするっていうのがずっとなかったわけじゃないですか。確かに自己責任といえば自己責任なんですよね。ただ自己責任で片付けられない部分もあります。例えば私の年代っていうのは人数が多くて受け皿が少ないっていう時代なんですよ。いや、これは確実に誰かが割を食うっていうのが前提で競争社会っていうのをもたらされてたじゃないですか。なんか頑張ればみんなにチャンスがあるっていう、そういう風なね、時代じゃなかったわけですよね。でそこはね、ちょっと配慮してもらいたいなっていうところがあって、これは竹中さんに言うのは筋違いかもしれませんけども、要するにね、当たりくじがないくじですか、もしくは10本のくじなんだけども確実に3本は外れだよっていうのを20人で引かされてるわけなんですよ。だからくじを引くくじすらないんですよ、最初から。でそういうふうな人口バランスの本当にタイミングの悪い時期ってのもありますんでね、そこにですね、竹中小泉路線の強気の改革ってのはもちろん一部の方にはものすごいチャンスで一財を築いた方もいると思いますけども、まあ、そうじゃない方に対する配慮っていうのがね、今一つ、求められているんじゃないかな、なかったんじゃないかなと思うんで、その辺についてちょっと聞いてみたいですね。で私のこれね、強い希望なんですけども、ぜひね、この YouTube で時間無制限の対談をお願いしたいんですよ。私とやってもらえば一番いいんですけども、ただそんなことはないでしょうから、三橋貴明さんとね、延長戦をやってもらいたいと思うんですよ。これは盛り上がりますよ。言いたいことを言い合えばいいじゃないですか。それで、今回ね、緊縮財政から放漫財政に、やっぱりこう放漫財政って言ったらいいかな、言い方かな、ベーシックインカムなり MMT なりね、やっぱこう財政出動に竹中さんも、こう意欲が出てきたわけじゃないですか。その辺でちょっとね、接点が見出せるんじゃないかなと思うんですよ。ぜひね、楽しみにしてます。今年ね、竹中平蔵チャンネル、ちょっと私ね、本当にワクワク楽しみに、どこを突っ込もうかな、どこを切り取ろうかなと思ってるわけなんですよ。竹中平蔵さんが動画を出せば出すほど私のチャンネルもね、なんか盛り上がるんじゃないかなと思ってますんで、よろしくお願いします。それでは行ってらっしゃい。